マチルダ・フェリクソブナ・クシェシンスカや1971年6月7日は、ロシア帝国のバレリーナ。ロシアで初めて、プリマ・バレリーナ・アッソルータとなった人物。ポーランド5名は、マチルダ・クシェシンスカ。ポーランドにルーツを持つ一家の一員として、リゴボで生まれた。家族には舞踏家が多かったため自然と、マチルダもバレエを学び、マリーンスキーバレエ団に入った。 ピエリーナ・レニャーニと並ぶスターとなった。マチルダは1892年からの2年間、皇太子だった、ニコライ2世の愛人だった。ニコライとの愛人関係をお膳立てしたのは、皇帝アレクサンドル3世と皇后マリア・フヨードロブナだった。 しかし、ニコライとの愛人関係は1894年のアレクサンドル三世宝御と、ニコライとアレクサンドラ不要泥船の結婚によって、幕を下ろした。ニコライ二世の即位後、終文と噂が彼女の名前を取り巻くようになり、ロマノフ家の二人の大公、セルゲイ・ミハイロビチ大公とアンドレイウラジーミロビチ、大公らと三角関係に陥った。マチルダは、自身の皇族、 貴族らのつながりを通して、サンクトペテルブルクで多くの資産を蓄えた。1917年にフィンランドから帰国したウラジーミルレーニンが集まった群衆に呼びかけたのは彼女の豪奢な自宅のバルコニーからであった。ロシア革命後、マチルダは南仏リビエラへ逃れ、パリへ移った1921年に同じく亡命していたアンドレー大公と帰戦結婚した。 マチルダとアンドレイとの間には1902年にすでに一人息子のウラジーミル・ロマノフスキークラが生まれていた。1929年からマチルダは自身でバレエ学校を開き、マーゴ・フォンテイン、アリシア・マルコはアンドレエグレフスキー、タマーラ・トゥマーノワラを教えた。彼女が監修の前で最後に踊ったのはコベントガーデンで行われた事前イベントの時で64歳であった。 1960年には、スーベニアズ・デラク・チェシンスカという大の自伝を出版した。マリーンスキー劇場のバレエ監督であったマリウス・プティパは、上記の経緯からマチルダに対しあまり好感を抱いてなかったが、ダンサーとしての実力は認めており、バヤベルカなど、自身の多くの作品の疎遠に、彼女を起用している。ありがとうございます。